おはようございます。第3回が始まりました。コーチングラジオ。この番組ではプロコーチとして年間数百件コーチングしている私が、対人援助、対人サポートにおいて、こういうケースではどう考えていったらいいのか、時には人間とは何なのか、人とは何なのかといった答えのないテーマについて考えを巡らせて、その思考を言語化していくという、自己満足的な番組になります。私はプロコーチとしてのほか、過去に人事として採用教育をやったり、社内メンターをしたり、キャリアカウンセリングもやっていたので、そのあらゆる局面で対人ということは経験しています。なのでその経験談を交えながら語っていく番組になります。ただ結構緩めに話していくので、片手間で聞いていただくことをお勧めします。はい、ということで第3回のテーマ入っていきます。第3回目のテーマは振り返りについてです。コーチングをしていてよく質問されることの一つに、コーチングをした後にどのように振り返りをしていますか、このような質問を受けるんですね。確かに振り返りの観点がずれていると全然成長実感できませんし、なんかそもそもこれで合ってんのかなってなりますよね。なんか私もこう6年近くとか、もうすぐ7年になりますけど、コーチングやっていて、最初の頃は全然振り返りができているようでできていませんでした。できているようでできていないというのは、なんか全然成長実感できないとか、全然次に活かせていないということが起こっていました。そこから苦節数年、今では振り返りしたことを次に活かせていますし、成長を実感することができています。なのでこの間で何が起きたのか、この間というのは振り返りを全然効果的にできていなかった時期から今に至るまでの間、何が起こったのかということを言語化することは、なんか自分自身の思考の棚卸しにもなりますし、なんか対話や対人サポートをされている方、あるいはリーダーとかマネージャーといったメンタリングとかティーチングをされている立場にある人は役に立つかなと思うので、ここを言語化していきたいと思います。なので今回はどのような振り返り項目で、振り返りをしているのか、そして振り返りをする上で注意点、ポイントについても言語化していきたいと思います。そして話を進める上での言葉の定義についてもちょっと整理していきたいと思います。コーチングとかカウンセリングは対人サポートという表現を使っていきます。リーダーやマネージャーがする面談とか指導のことをメンタリングという言葉でまとめて話していきます。ということで、6つの項目についてまず紹介していきます。まず私は質問形式で振り返りをしていますので、質問形式で共有していきたいと思います。1つ目の質問が、対話の相手が大事にしていること、あるいは夢やビジョンは何か。ここを言葉にしていってます。これは対人サポートでもメンタリングでも考え方は一緒です。対話の相手が大事にしてそうなこと、その人が持っている夢やビジョンについてメモしていきます。例えば大事にしてそうなことで言えば、対話の中でよく出てきたキーワードをメモしていきます。例えば他者とのつながり、家族とのコミュニケーションが大事なんですとか、達成感が大事なんです。常に挑戦していきたいです。こういったキーワードがよく上がったとしたら、それを記録していきます。他にも目標とかビジョンで例えるなら、3年以内にリーダー職になりたいとか、今年中に独立起業する、こういったことを語っていたとしたら、こういったこともメモっていきます。これらに関しては人によって全然違うんですけど、やはり繰り返し出てくるフレーズというのは大事だったりしますし、あと表情豊かにとか声色豊かに話していることに関しては結構大事っぽいので、そこは記録に残しておきます。続いて2つ目の質問、これはどういった質問をしたかについて言語化していきます。これは対人サポートとメンタリングでやや違うので分けて解説していきます。対人サポートで言えば、何があったからそれについて悩んでいるのとか、今後はどうしていきたいのとか、今できていることは何とか、本心からそう思っているといったことを質問したとしたら、それを可能な限り順番で書き出していきます。ちなみに重要なことについては、一つ目の質問で価値観とかビジョンとか記録しているので、質問に対して相手がどう答えたかについては言語化とか記録する必要はありません。そしてメンタリングであれば、例えばこの3ヶ月振り返ってみてどうとか、今気になっていることは何とか、
今後どんなことをしてみたいという問いかけを投げたとしたら、それについて記録していきます。ただメンタリングの場合は、対話の相手が話したことを記録してある程度メモしておく必要があります。例えば、いついつに引っ越す予定なんですよねとか、少し転職を考えていますとか、同僚の〇〇さんに対してちょっとこういう不満があるんですよねとか語られたとしたら、こうメモしておく必要がありますと。そのメモしておく必要に関しては、すごく深い意味があるわけではなくて、日々の雑談に活かせるということと、単純に覚えておかないと困っちゃうことが多いからなんですね。なので、必要かもなと思われる項目に関してはある程度記録しておくことをお勧めします。そして3つ目の問い、何を意識したか。これは、メンタリングとかカウンセリング、コーチングに挑むにあたって何を意識したかということになります。これも対人サポートとメンタリングで分けて考えていきます。対人サポートに関しては、例えば問題でなく可能性に意識を向けて関わっていくとか、あと分かったつもりにならず話を聞くといったことが挙げられます。だから私の場合に関しては、毎回相手の話を白紙で聞くということを意識しています。メンタリングに関しては、例えば部下との面談でその部下の話を気持ちよく聞いてあげるとか、あとはチームメンバーの話を聞くときに、相手の意見に口を挟まずに最後まで話を聞き切る、こういったことを意識する、このようなことが挙げられます。この3つ目の項目に関しては、なんか結果的に何を意識して挑んだかということではなくて、事前に何を意識して挑んで、その結果どうなったかを考えていくことが大事なので、事前に用意しておくことが大切になってきます。まあ、それをこうメモしておくってことですね。そして4つ目の項目、今回のメンタリング、コーチングを点数で表すと何点だろう、そして点数の内訳は何かということを言語化していきます。この質問に対しては対人サポートでもメンタリングでも同じです。ただここでポイントとなるのは、こう10点満点で考えて7点だったとしても、その足りてない足りてない3点について考える必要はないんですね。大事なことは、何ができていたのか、ここを考えていくことが大事になります。そのできていることを言語化することで、そこに再現性を持たせることができるんですね。なので、できてないことではなくて、できていることを言葉にしていきます。そして振り返りのこうポイントというか、プロセスが3つあって、1つ目ができたこと、そして2つ目がそれによって起こったこと、そして3つ目がそれがなぜ自分にできたのか、この3つの観点で言語化していきます。例えばできたこと、勇気を持って踏み込んだ質問をすることができた。2つ目の起こったこと、このことによって対話の相手が自分自身の本心に気づくことができた。あるいは今後どんなことをしていきたいのかを言葉にすることができた。3つ目、なぜできたのか、これができたのはこの後どんな質問をしようとか、この後どのように進めていこうとか、先のことに意識を向けるのではなくて、今目の前にいる一人の人間に対して集中して話を聞いていたからだと考えられる。このように3つの観点で言語化していきます。そうするとある程度再現性を持たせることができます。つまりここが成長のポイントになってきますね。5つ目の質問が、理想の状態は何か、あるいは10点満点の状態は何か、これについて言語化していきます。例えば、対話した相手が目を輝かせながら、早くこの取り組みを始めていきたいです、この後すぐに着手しようと思います、終わったらすぐに連絡します、こういった言葉が出てきている。あるいは対話をすることによって1年後2年後に本当に実現したいビジョンについて一緒に描くことができた、こういったことを言語化していきます。これを言葉にすることで、これを言語化することで自分の伸びしろがわかるようになります。そして6つ目の質問、プラス1点の状態は何か、そしてそこに向けて何ができるかということを言語化していきます。当然理想の状態とかを一気に目指せるんだったらいいんですけど、一気に目指そうとすると息切れすることになるので、登山とかも一緒なんですけど、いきなり山頂を目指そうとすると苦しくなるので、まずは1合目2合目みたいな感じで、ちっちゃいステップで目指していく、頂上を目指していくことが大切になってきます。
なのでまずはちょっといい状態というのを言語化していきます。例えば今日決めたことをこの後すぐやりますといったことがその対話の相手から上がっているとか、1年後2年後のビジョンは描けなかったとしても3ヶ月とか半年後の目標とかビジョンを一緒に描くことができた。このようなちょっといい状態を描いていきます。そしてそのために何ができるかをまた言語化していきます。例えば対話の相手が一歩目を踏み出しやすいようにアクションを具体化するような対話の投げかけをすることができた。あるいは対話の最後にいつ何から始めてみると質問を投げかけるとか、そういったことが考えられます。目標とかビジョンを掲げるとか描くケースで言うと、半年後どうなっていたいという質問を投げかけてみるといったことが挙げられます。このように実際のアクションに落とし込んでいくことで、先ほど描いた理想とか10点満点の状態が絵に描いた餅にならない、実際にたどり着けるものなんだということを実感するためでもありますし、実際に目指すために具体的なアクションに落とし込んでいきます。ここまで6つの振り返り項目、振り返り質問についてご紹介させていただきましたが、実は項目としてはこの倍ぐらい振り返りを実はやっています。ただ重要なポイントとしてはこの6つの質問になります。ただこの6つだけでも結構ボリュームあるので、全部しっかりやろうとすると 3,40 分ぐらいかかってしまうかと思います。なので大事なことは何なのかというのを頭の片隅に置きながらやることがおすすめです。大事なことというのは今日何をやって次にどう生かそうと思っているのか、これだけですね。なので私の場合で言うと15分というタイマーで区切って15分以内に終わらせるようにしています。仮に振り返りの項目が全部できなかったとしても、その時間になっちゃったとしても、次に向けてどんな工夫をするかということだけメモして言語化して終わっています。そうすると振り返りやんなきゃなーっていうなんかめんどくさい気持ちとかって生まれにくくなるので、なので5分でも10分でもいいので時間を区切ってささっとやることがおすすめです。そして最後にこの振り返りをする上でのポイントというか重要なポイントについてもシェアしておきたいと思います。メンタリングではそこまでなくてですね、書き出して記録してそれをある程度覚えておく、これで OK かなと思っています。ただ対人サポート、特にコーチングの場合については振り返りして言語化した内容を覚えるのではなくて、次のコーチングでは全て手放すことが大事かなと思っています。なんでかというと、コーチングとコーチングの間の数週間にクライアントさんが想像もしえない変化とか成長とか挑戦をしているからかもしれないんですよね。にもかかわらず、その次のコーチングの時に何週間だか前の話を持ち出してしまったら冷めてしまいますよね。なので振り返りで言語化したことは頭の片隅には入れつつも、それを手放してコーチングすること、これが大事なのかなと思っています。なので振り返りの理由というのはクライアントさんのためでもあるんですけど、自分自身の成長とか次どう関わったらいいのかというブラッシュアップのためにするということは意識しておくといいかなと思っています。はい、ということでここまで振り返りの6つの項目と、そして重要なというかポイントとしていることをお伝えさせていただきました。いいですね、こうやって振り返ってみると、なんか自分が何のために振り返りをしているのかということが言語化されていくので、なんかちょっと最近とか流れ作業で振り返りみたいなしちゃっていた側面もあるんですけど、改めて意義とか意味みたいなのを考えることができました。なのでなんかこれについてはどうやってるのとか、なんかこれはなんかどういう意識でやってるのとかあれば、なんか質問とか投げかけていただけると考えるきっかけになるので大変ありがたいです。なのでコメント欄とかにいただいたり、メッセージなんかをいただけると幸いです。はい、ということで今回の内容はいかがでしたでしょうか。 YouTube で聞いている方はいいねとかチャンネル登録していただけると嬉しいです。ポッドキャストとかで聞いている方とかは、なんかいいねとかあんのかな、なんかそういうのを押していただいたり、ラジオの番組登録とかしていただけると嬉しいです。ということで、今朝とか日中に聞いている方は、良い一日をお過ごしください。寝る前に聞いているよという方は、良い夜をお過ごしください。
ということで、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた。